主文、被告を懲役15年の刑に処する。ぐずぐずすんな。ほら歩け。うせえ、はせえ、俺。なんだ、俺。プロレスアスキー大集合、三度折原雅雄選手においでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回ですね、 10.27 月曜日ハロウィンメビウスという形でこちらですね、そうじゃーん、これですね、新木場バーストリング大会スペシャルということをお届けしてまいりたいと思います。いかにもハロウィンのデザイン、ね、そうですね。さっきも、ね、話したんですけど、これ本当デザインですよね、このポスターっていうところね。やっぱり2つに分かれますね、うん、ポスターって分かりづらかったらいけないっていうことね。ものすごい分かりづらいポスターって近くに来ないと分からない。いやでもね、これね、謎かけがありまして、ええ、後でちょっとお聞きしたいと思うんですけど、ええ、上の方にですね、ジョリー・ロジャー・メビウスが書かれてるんですね。よく知ってますね、ね、ジョリー・ロジャーの存在が。そう、うん、ちょっとこの辺りがね、ね、ちょっとね、ちょっとね、一番聞きたいところ、聞きたいの、そうあのね、こういつもね、こう墨の方に小さく乗ってるんですよ。で、薄い影をね、影に後ろ、この前の大会からちょっとぼちぼちって始めましたね、うん、ですよね、はい、この人たちのね、存在、どんな存在になってくるんでしょうね。はい、じゃあまずはですね、こちらからいきましょう。はい、8.1 新木場リベンジ前回大会のおさらいということで、前回大会はほんといろんなことありましたね。ありました、ね、ブレンターのロサーロンガ選手が初めてね、このメビウスのリングに上がって、うん、と思いきやね、なんか前回のあの放送の時もちょっと心配だなと、ね、うん、おっしゃってましたけれども、うん、その通りです。なりましたね、その通りにね。やはりその人を信じてはいけないですね。簡単に人を信じてはいけないです。相手によってはね、もうね、えで今回の大会に、10月27日の、ね、大会では、うん、まさにグレン隊が、ね、うん、マザー選手を連れてくると。そうですね、まあ、これこれはその、まあ、自分の、ね、東京グレン隊色を強く出せなかったんじゃないのかな、アピールは良かったですけどね。で今回ちょっとグレン隊色を強く出してくれるんじゃないかなと、そうね、まあ、何かまたやらかすんじゃないのかなとそう思いつつも、いや今度のカードはちょっとこの後にですね、はい、私いただくとして、でノサロンガ選手裏切りということで相当厳しい戦いになりましたよね、前回ね、あのタル選手、そしてブドゥマダですね、はい、ケンゴ選手、プラスヤシ選手とね戦ったわけですけども、こちら側は折原選手、それからノサロンガ選手、森部選手とね、3人でね戦ったわけですけれども、うん、悔しかったです ね、最後ね、その僕にはもう何もないですから、うん、それでもね、あの髪の毛をこうかけて ね、やっぱりこのそうもう一回チャレンジさせてくれと、ね、そしたら土下座だったね、土下座しろなんてね、屈辱的なね、いや、ね、思わずやっちゃいそうでしたよ。え、そうなんですか。でもだってもうだって四つん這いになってました。いや、思わずやっちゃいそうでしたけど、よかった、ギリギリもう、ね、ハラペーニョ、ハラペーニョがね、エルハラペーニョ選手が動いてくれて、やっちゃダメだ、まあね、彼はかっこよかったですよね、ちょっとね、彼にもやっぱり気をつけなきゃいけないんですけど、恵子さんちょっとはみ出してる、ちょっとこっち、ハラペーニョも気をつけなきゃいけない、いやあ、ハラペーニョも気をつけなきゃいけない、もしかしたら、まあでもね、裏切りはないと思いますよ、人を信じなくなってる勢いよね、勢いのある方にこう彼はつくと言ってましたから、あ、なるほど、まあ、メビウスの方に来るんじゃないかなと、そうですね、まあ、そういうふうに簡単にこう人のことをこう信用してしまうと痛い目に遭いますから、ね、いや痛い目に、ね、この間ちょっと痛い目に遭いますからね、まあでも僕は、ハラペーニョに関してはかなりこう期待してます。今回ですね、メビウスのその T シャツも久しぶりにですね、はいはい、作りまして、はい、ハラペーニョとコラボのメビウスの T シャツですから、あ、ハラペーニョコラボ、そうです、その T シャツとトートバッグも、ハラペーニョコラボのトートバッグ、これはまた面白そうですね、まあ、会場の方にですね、ありますので、あ、今回はじゃあ会場で販売してくれるんですね。そうですね、あ、それも楽しみですよ、これ ね、 そ、 うですね、そこで初めて販売ですか、ね、初めてです、あ、いいですね、はい、それではいよいよ、はい、10.21 の話題に入ってまいりましょうか、おさらい終わりました、ね、はい、おさらい終わってね、あ、ただあのタルさんとの、ね、ええ、構想はちょっとね、この間、うん、あの土下座とかなんとかって話になって、うん、血も流したタルさん、ね、かなりその場外乱闘も、ね、ええ、激しくありましたけど、今回、うん、この前もね、ちょっと額から彼がちょっとあの切れてね、血が出たんですけど、うん、今回ね、
かぼちゃにしますよ。かぼちゃに、ハロウィン、ハロウィンだから、あいつの顔をねかぼちゃにしてやります。かぼちゃにいかにもぐちゃぐちゃのぐちゃぐちゃに、いや腹立ってますからね。もうだって負けられないですもんね、これね。いや負けられないですよ、ね、負けない、勝つんですよ。負けないですよ。いや負けないですよね。ピリピリしてる、ね、あ、はい、ちょっとねお笑いしてる場合じゃないの。そう負けないです、ね、髪の毛かかってます。今回ひらがなじゃないし。そうですね、あれはね、ちょっとね、ひらがなじゃないし、何かちょこちょことなんか僕に来ますね大丈夫ですか。というわけで 10.27 月曜日ね、ハロウィンメビウス新木場大会の見どころ、はい、でまずはカードのご紹介をね、はい、させていただきたいと思います。はい、今回のカードですね、第1試合ね、10分一歩勝負ということで、力道山三世修行の道ということで、まだ続いてますね、修行の道が続いてますね、まあ、しばらくでしょうね。だからこそ修行ですね。そうそうそう、で山本さん対、力選手、そう、ね、いいことですね。これはね、山本選手はね、オールマイティにいろいろできる選手なんでね、まだまだその実力のないね、うん、若い力にも自分その合わせることもできるしね、まあ行くときにはガッチリ行くときに、ガッチリだね。まあ最近ないんで秒殺みたいなのもちょっと僕は見てみたいなと。さすがに力道山という名前のつくね、人間に秒殺はできるのかな、できないのかなみたいなね、確かにちょっとその辺はね、うん、まあいいですね、私は見たいですね。あれ実力ね、実力者ですからね、面白い試合になりそうですね、はい、そして第2試合、15分一本勝負、桃田光雄選手とガバイじいちゃん軍隊、出ましたよ、東京軍隊、ノサロンガイ選手、そして正田選手ですね。ここで初めてですね、復活してからのメビウスで、まあ、当初からそのグレンタイは3本のベルトをずっとこう、競い合ってたんですけども、はい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 、ここで復活したメビウスで初めてこのグレンタイという色がね、もう一度こう復活するんじゃないですかね、メビウスの中で。何かこうこの試合の中ではなくて、何かこう大会全体の中でも何か仕掛けてくるんじゃないかなという不安がありますね。ですね、でも不穏ですよ、第2試合ですよ、そうなんですよ、この辺で出ておけば、ちょっとこう元気にまた復活するだろうみたいな、その辺がね、ちょっとこう聞いて、あと後半で何かやってくれそうな、そうなんですね、素敵な予感がやってくれそうだってでしょ、だから早めにギャラ渡して帰ってもらおうかな、ね、ね、会場から出てってもらおうかなと、なんだったら前の日に振り込んどこうかな、そしたら来ないからね気をつけない。いやでもね、このね、申し訳ないと、そう、第2試合でね、東京グレンタイっていうのはね、ちょっとね、私は何かあるんじゃないかと思いますね、この後の試合にね、でもね、あれですよ、桃田さんとね、ガバイじいちゃんですね、ガバイじいちゃん、これ僕の中では、フェイクじじいとリアルじじいって言ってますリアルじじい、どっちがフェイクか聞いちゃいけないですねどちらが元気かというと桃田さんにしときますか、ね、桃田さんやっぱ元気ですからね、元気ですね、毎回胸赤く晴らしてね、そうそう、頑張ってますよね、ここはね、やっぱりこうリアルじいさんの方に、ね、リアルじいさん、あ、言っちゃった、言っちゃった、あ、言っちゃったそんなつもりではなかったんです。あ、でもフェイクじいちゃんも言ってね、桃田さんにですね、その東京グレンタイをぐすっとこう潰してもらう、ね、この辺でね、ずっとこう抑えてもらいたいですね、抑えてね、それを周りで固めるフェイクじいちゃんがいる、フェイクじいちゃんがいる、そこには触れなくていいでもガバイじいちゃんって急にパーッと動き始めますから、早いですね、あれがすごいなと。いや、もともとね、そのプロレス深くできる選手ですね、タイミングのいい選手ですね、ですね、もともとメキシコ系のレスラーでしょうね、ですよね、多分ね、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあ第3試合いきましょうか、来ました、来ました、来ました、ね、金のふんどし選手権試合ですね、来ました、いろんなところでいろんな噂をこう20分一歩勝負と、いろんな意味でときめく試合ですね、そうですね、これ昨日もですね、新宿2丁目の方に営業してまして、はいはいはい、朝方ですね、この話題でもう、はい、もういっぱいいっぱいで、チケットが売れる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 、この試合は目立ってね、運動し効果すごいですね、3試合目なんですけどね、メインじゃないんですけどねねえ、まあ、今回もね、ひろき選手、ひろき選手が男盛り選手に挑戦すると、初代王者ですか、初代王者ですね、今回も生着替えあるんですか、もし、あ、もちろんです、
これはもちろんです。もちろん。あの周りでね、あのバスタオルをちゃんと、ちゃんとしとかないと、あの会場はね、こう次が使えなくなってしまう。そっちの方が緊迫。そうそうそう。緊迫ありますよね。着替える方よりも。それしかもさ、あの男盛りやられてる時、うん、お尻プッと突き出してね。気持ちが。綺麗に突き出すんですよね。またね、綺麗なお尻なんですよ。異常にグラウンドが長かったですね。めちめちとしたグラウンド。グラウンドが着が長かったですね。いやでもきっとそれまた楽しみですね。そうそうそう、昨日営業されたね、2チームの方々なんかも、ね、もうね、最前列で楽しんでいただけるといいですね、そこも見どころになるんですよね。見どころ見どころ、いろんな意味で。でもよく広木選手は本当になろうっていう決意を語りました。それがですね、もう12月の相手も決まってるんですよ。あらもう12月の相手もここで発表できるんですか。これまだできないですね。もう次から次へとその挑戦者が、この枠に僕は行きたいですっていうそういう人が名乗りを上げて出てきてます。私の虜になる方が増えてきたんですね。どうなんでしょうか、美味しいとでも思ってるんですかね、ここに出ることは。これ折原選手はこの国枠に入ることあるんですか。ないですね。ないですか。ないですね。そこはソフトなんですね。絶対ないです。あ、そうですか。こんな、ね、絶対ないですそう言われると見たくなっちゃいますよ ねタル選手とかふんどしになったら面白そうだけどね。あ、なんかこう僕が勝ち進んでった時には、ね、その逆に土下座じゃなくてここの枠に見ちゃった、ね、ここの枠にお前や試合やってみろと、ふんどしでやってみろと。アレックから金のふんどしを取った時にもう一回チャレンジ受けてやる。いいですね。あ、それいいね。それいいですね。それいいですね。ちょっと比較が済みましたね。済みましたね。まあこんな簡単な、いつも簡単な感じで。いやいやいや収録しながら比較を進めていく。そう、比較を進めていくというね、素晴らしいですね。で、15分間休憩がね、この後あって、そしてセミファイナル30分一方勝負、久しぶりですね、東京エキスプレス、これ前で小町、ね、対ジウィンガー、ね、僕はジウィンガープレスにいた時もですね、正規軍でその、ね、この2人いたんでね、はいはいはい、東京エキスプレス、動きがいいしね、これですよ、もう入場した時に青空が見えるんですよね、そうですね、僕が一番嫌いなタイプですね爽やかだね、爽やかすぎる、爽やかすぎてでもいいですよ、これ子供たちのね、いや本当本当本当そう思いますね、楽しいプロレスですね、楽しいですね、で動きがまたいいですもんね、キビキビとこうか、ね、パッとこう回転してというか、ここはあの休憩明けにちょっと楽しい試合を見せてくれるんじゃないかなと、はい、ね、でまたジェイ・ウィンガー選手もなかなかいぶし銀のいい味を出しますよね、彼ね、本物本物ですからね、ルチャリブルの本物ですから、観客もちょっとふふっと笑って、あ、そうそうそうね、今日ツーさん来てますけど、彼ねよく知ってるんですよね、なるほど、ジェイ・ウィンガー選手ね、なるほど、マスクたくさん買いましたね、なるほど、儲けてますね、ジェイ・ウィンガー、ジェイ・ウィンガー、そうマスク御殿が立つとですね昔の誰かみたく誰か誰でしょうみたいなね名前言えないですよいるかなんて、ね、いるか次行きましょう、次行きましょうか、まあ、メインイベントですよ、メインイベントステムファイルのメインイベントですね、メインイベントですね、これがまたねこの、無制限ポジションですね、壁面コントラカンピオーネ、はい、いいですね、もう僕にはもう何もないので、もう本当にね、この髪の毛をね、僕のそのこれカラーをかけて、そうですね、負けた時にはツッツにしてありますよ、負けないです、負けないですよね、負けないです、負けないいつで今まで全部負けてきますよいやでもメビウスが立ち上がって、うん、散々負けてきた、そうなんですよね、ずっと試合見に行ってるけどずっとそれしか 見届けてないですよね、ちょっとそろそろね、ま、そろそろ勝たないと、リングの上でね、狩るとこまで見届けたくはないですね、いやそうですね、さすがにねどっちかってとそうじゃ見たいでしょ、ちょっとなんか見出しになるとかねいや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 、それはトレードマークが消えるというね、ね、歴史的な瞬間立ち会って見たいじゃないですか、いや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 、二人から怒られると思う、あの団体に出る時もですね、支障をきたすので、あ、いろんなものが繋がらないじゃないですか、そうです、パンフレットがモヒカンなのになんで折原が坊さんね、ですよね、困るんですよ、でも若い頃って折原さん、あ、僕ね一回あのスキーヘッドにしたね、スキーヘッドの時ありましたよね、平成新聞とね対抗する時とか そうね、やってましたね、はい、でちょっとカードを発表しましょうか、そうですね、まず大阪からね、第7代チャンピオンのブードゥーマーダーですね、はい、タル選手、健吾選手、ブラザーヤッシー選手、タイ、ね、挑戦者、折原正雄選手、エララペーニョ選手、森部信孝選手と、はい、いう形で ね、無制限で戦うわけですけども、いやでも毎回ですね、私はメイベン、本当に熱くさせてもらいますね、あ、本当ですか、熱くなりますね、それ嬉しいですね、ね、もうだって
あのリング上の戦いもそうですけど、場外でもね、バンバンやってくれますから ね、これはね、観客席では楽しめますよ。今回ですね、さっき言ったように、ちょっとあの、ハロウィンっていうこともあるんで、本当にぐっちゃぐちゃのかぼちゃにしてやりますからね。かぼちゃに真っ赤っかのかぼちゃに、真っ赤のかぼちゃに我慢ならないですからね。まあでもね、うん、多分オリアラマさん、エルハラペーニャ、森部、はい、この3人が、これからメビウスを引っ張っていくんじゃないかななんて思いますけどね。いや、なんかすごくいいね、うん、なんかこう軍団になったなという感じします、うん、今回ね、黄金のマスクのタイトルマッチはないんですよ、あ、そうですね、あ、そうだそうだ、だから、いつもだとあるんですけど、今回ないんですね、まあ、今チャンピオンが、早手ですねなんですが、うんうん、まあ、次はエルハラペーニャがね、あ、黄金のマスク狙ってるってね、行くんじゃないのかな、それはじゃあ次の12月とかね、あ、12月からですかね、まあその辺もちょっと後々期待しながら、どんな戦いになっていきそうですか、これですか、うん、まあこちらだな、もうすでにこれだね、リベンジの意気込み、まあ正直そのリベンジというそのね、この前の台の上で僕やられちゃってますから、今回そのリベンジを超えた枠でですね、まあいわゆるそのプライドですね、プライド、まあ、プライドをかけて、その自分のモヒカンをかけてですね、僕はやっていきますけど、もう今日今回負けたらもう何も次はもうかけるものもないですから、まあ団体のね、その主導権を取られるんじゃないかななんて自分でも思ってますけど、でも主導権取られたらどうなっちゃうんですかね、これ、まあ、やるでしょうね、やつらだったら一番怖いですね、やる方々に持って帰っちゃうもんね、そうガンガンやって赤字が出たらガンガン僕に請求が来ますけどそういうのはちょっと怖いですね、怖いですね、逆にね、うん、まあでも今回は必ずそのベルトをですね、エイペックスの3本ベルト取り返してですね、その勝つポイントってどんなところにあります？いや、この前もね、来てくれた人は分かってると思うんですけど、もう勝てた試合なんですよ、でもそうです、小沢君がね、本当にもう困りましたね、最後の最後にいつでぶん殴りやがってでしたね。いやでもね、ステスリーをガーッね、マイクパフォーマンスして出ていっちゃいましたからね、何が起きたのかなと思ってちょっと分かんなかったです、ちょっと脳震盪起こしてたんでね、ああ、うん、そうだったんですか、そうですか、うん、危ないですよね、ねカウンターの椅子でね、椅子でやられちゃったですもんね、そうそうそう、危ないですよ、危ないですよね、いや本当にね、どこなんでしょうね、負けるその原因っていうのはね、勝ってた試合が多いと思うんですけどね、やっぱりあれですもんね、前回も前回板橋でやった時はシングルでしたよね、それをシングルなんですけども、初だったけどブルーマザーズが乱入して、そこもまあ僕はタルのことを信用してしまったので、まあ、あいつがルールを守るわけがないですね、よく考えたらということは、ね、信用しないで出れば勝つということですね、あ、もうここの問題だ、ここの問題ですね、この問題だ、でもやっぱり人は信じてほしいしね、ですね、そうあってほしいですけどね、そうですよ、ね、常に僕は信じてますから、いろんなものをだからやりちゃうんですそこですかね、そこから、そこから、いやでも今回はもうエルハラペイヌ選手にしてもね、森部選手にしても、ね、なんかあまり裏切る、ね、要素はない感じがしますけどね、うんうんうん、まあ一つのそのベルトを取り返して一つの形を作りたいっていうのが2つ、ね、2人の無事よ、ね、気持ちですからね、うん、今回いけるんじゃないですかね、うん、そうじゃなければね、折原選手がこう股をくぐろうとした時に止めに入らないですよね、そうですよ ね、あれもエルハラペイヌ選手よかったですよ、よかったです、あれ早く来てくれて本当によかった、くぐっちゃってからじゃね、ね、間に合わないですよね、どうすんだろうって、いやでも私後ろでエハラペイノ選手のね、ちょうど背後にいたんですけど、はい、ね、でなんかね、動くか動くのやめようかで、ね、迷ってたんですよ、それと言ってください、行けんば行けって言ってください、そうね、私ね、行けって言ったんですよ、はい、そう言ったんですよ、言ったらね、さささ、いやダメだよ、まるで自分が言ったからやそんなねわけないじゃないですかねって感じしたいやでも本当にね、あのタイミングで来てる、いやでも本当に良かった、がっちりね、がっちり返しております、ね、この間タル選手は早々に流血しましたもんね、早かったですね、早かったですね、そうするね、うん、まあそれはれあれ椅子でしたよね、確かね、椅子でした ね、椅子でした ね、うん、まあ今回もそういう試合になるかどうかちょっとわからないですけども、いや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 、ね、後でタルさん本当に頭に来てますね、もう折原さんの言葉を借りて言うと、腹を煮くり返ってるからね、今回だからいろんなものをその自分に気合を入れるためというか、はい、その気分を変えるためというかね、うん、そのずっと使ってきたコスチュームとかね、外部も
ですよね、うん、新しいねテーマ曲がフルモデルチェンジして、で曲もですね、あの新しく作り変えて、まあ、動画付きで映画もじゃあ変えたんだ、ね、じゃあ今度入場の時は動画が流れると。そうですね、ああ、これまた バージョンアップしましたね。これはまたその私が失踪事件からバージョンアップして今度は独房から脱出と、独房から脱出と、そういうような動画になってますよね、すごいですね、動画がそうなってるんですね。その辺もちょっと、ちょっと楽しみですね。で今回あれですよね、またあの、あの3人組ローラースケートの、ね、3人組もね来ます。可愛かったですね、可愛かったレースクールの皆さん、まあ、いろんな部分でね、楽しんでもらうその材料が一つの会場の中であれば楽しいじゃないですか。12月とかね、来年に向けては、ケイズクルーだけじゃなくね、はいはい、一つものすごいことを考えてますから、ね、そのために今回その会場にその人たちが視察に来てますからね。あ、本当ですか。もしかしたらですね、またその世界初の試みで、リングの上でもしかしたらこういうものが出るかもしれないです。それまだちょっと言えないんですけど、これはまた楽しみですね。世界初ですよね。世界初、世界初です。世界初ぐるぐるやっちゃいますから。いやしかもぐるぐるやっちゃう、水着です。ぐるぐる、あら昔なんかそういうアイドルの大会があったなとか思っちゃった。いや、ぐるぐる水着でって妄想がぐるぐる妄想がぐるぐる、まあそれを、ね、ちょっと今回その本人たちにね、リングというのを見てもらって、いつもやっているその人たちがやっていることができるかどうかちょっとね、実際見てもらって、次につなげようかと。いやでもなんかあの全体の構成がすごくそのメリハリがあって、ね、いろんなその、ね、出し物があってね、とても楽しめる大会ですよね。 ありがとうございます、いやだから私あの本当にそのあの会場の大きさもね、あの本当にその参加できる楽しみ方ができるじゃないですか、ああいう会場 ね、あの新木場のね、いい感じですね。そうそうそう、だからすごくね巻き込まれていくようなそんな気持ちになりますよ、ね、巻き込みますよ、ね、もうあえて場外戦長く、長く全部行ってもいいですね誰もいないみたいなそうで、タルさんは水まくしね、あれは本当に迷惑ですね。迷惑でしたね。女性もね、カバンにかかっちゃったりとかね。そうですね。かかりましたよ。でもね、タルさんこうさ、巻くんだけど、雨粒というか、雨粒じゃないけど、あの水の高まりが大きいんですよ、あれ。そうだから、思わず、下手と思っちゃいましたもん。女性じゃがいました。ちょっと散布してほしいね、散布。あれは禁止だな。毎回毎回ね、間接的にこう言ってるんですけどね。とりあえず女性のファンを減らしてますね。いやでも、良くないね。いや最近ね、その会場の雰囲気が若い人たち、大学生の子が来てましたよね。そうですね。ね、そうそう、女子大生もたくさんいたし、雰囲気がすごくいいなと思いますね、最近ね。まああのいろんなね、あの芸能関係の人もお忍びで来てるので、まあちょっと会場のね、お客さんも、あの人とかね、そういうのちょっと楽しんでもらったらいいですか。いやいやいや、10月はそういう楽しみ方もあるよと。楽しみ方もあると。ねえ。ということで、次の質問行きたいと思うんですけど、これちょっともうね、話しちゃったかな、ね、不穏な存在、東京グレンタイ、うんね、かなり最初にもう最初にね、してしまいましたけども、なんかグレンタイになんか一言、織原さんからまあ警告じゃないけども画面に向かって、ね、でもね、彼たちはね、あのメビウス立ち上げの時から参加していて、昔のメビウスですね、はいはい、だからその時にあの、ベルトも取ったこともあるし、競い合ってたさ、チームなんですよ。あ、このエイペックスを取ったんですね。だからその時にはですね、実はそのメビウス以外にジョリー・ロジャー・メビウスっていうメビウスのね、海賊版もいたので、ジョリー・ロジャー・メビウス、ここにいる、これはまだだって、新しくね、メビウス立ち上がってからまだ出てこない、まだその会場に一度も、ね、誰も来てないですね、結構そのキャラクター、全部マスクマンなんですけども、いろいろ揃ってるんですね、まあ、その悪の総長、はいはい、リブラートミコ、その総帥だけがいつもスーツ着ていますけど、あの人が、マスクつけて、彼が金でね、金で操ってますから、金で選手を持ってるんですよ、やつは。いやでもそのうち出てくるんですかね。多分チャラチャラとこう出てきてますから、今年中にもしくは来年初っ端あたりジョリー・ロザーの存在がバーンとこう出てくるんじゃないですかね。その時にそのノザーロンがね、東京みたいにね、もしかしたら吸収して一緒に来るんじゃないのかななんて、そういうこともありえる、あったんですよね。あったんだ。なんか私今思ったのは、エルハラペーニョ選手との関係はどうなんだろうと思って、
同じマスクマンで、もともとね、ジョリー・ロジャー・メビウスに所属だったんですよ。ですよね。そうですよね。ただこの前からはもうボーンと自分でメビウスに飛び込んできましたから、まあ、ジョリー・ロジャーがメビウスよりこう勢力を強くしたら、また向こうにからは簡単に打つんでしょうね。力がある方に行くって言ってましたね。勢いがある方に行くって言ってましたからね。まあ、それがね、彼の考え方なんでね。金では動かないけど、それでは動く、うん、勢いで動く、勢いでは動く、そういうことですね。まあ、その方が仕事が多いですからね。あ、まあ、大事なことでしょうね。でもそのためにも、折原さん今回ベルト取って勢いをこうガッとね、そうさせていただかないと。髪を守って、髪を守って、うん、そう、ああ髪を、そう、そこで、今日はですね、実はもう一つちょっとお話をお聞きしたくて、ちょっと昔のことなんですけど、もうちょっとは試合の話はまた、あと最後にね、最後までお知らせするとして、何でしょう。昔々折原さんの、ベストオブザスーパージュニアに出たことありましたよ。ありましたね。で、大谷晋二郎選手との戦いが、今ものすごく語り草になっていて、あ、そうですか、名勝負と、名勝負風歌になってる、風歌というね。あの時ね、そういうこと言われてましたよね。あの時っておいくつくらいだったんですか。まだ23とか、そうですよね。そんなもんですかね。ですよね。今45ですから。でもあの時の折原さんもうなんかこう、ジュニアの世界でぐっとこう出てきた時ですよね、ちょうど。そうですね、新日本との構想も、構想もありましたしね。やると、そう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 。彼ね、無国旗が強いんで、金本とかね、はい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 、だからやっててもその楽しかったですよ。もちろんそのプロレスですから、そのお互いにルールは守ってますけど、まあそのルールの枠を超えてね、なんつうのかな、今でいうバチバチっていうんですかね、固い試合を、やってましたね。なんかあの時の新日本プロレスって、その外の団体から来る人たちをもうボコボコにやるっていうイメージがあったんですよね。でも折原さん、ちゃんと試合してましたよね。ちゃんと試合したっていう言い方なんですけど、受けてちゃんとね、ちゃんとしてました。よく僕ちゃんとしてって言われるんですけど、あ、そうですか。いろんなところなんかね、ちゃんとしてますか僕。よかった。いやだからほど風歌になるというね。いやでもね、なんだろう、すごい噛み合ってたような感じですね。あのね、あの当時の大谷が今もそのリングの上で生きてるじゃないですか、はい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 、その選手としてね、その代表を務めてますよね、うんうんうん、で僕もあの当時の折原はリングの上でまだ生きてるじゃないですか、はい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 、そういう部分で、そのまあ、お互いになんかこう、たまにね、飲んでる席でそういう話が出た時も、嬉しく思いますよね、あと懐かしくも思うし、ただ僕あの時その腰痛がひどくて、それが原因でちょっと途中退場したんですよね、それだけが本当にずっと悔やまれるんですけど、そうですね、あの時の戦っている時の折原さんの気持ち、どんな気持ちで戦ってたんですか。いやもう何もないですね、もうだから負けたくないっていう、それだけですね、優勝してやるとか、点数を取ってやるとか、そういうのなかったですね。でもとにかくこの負けたくないっていう。いやなんかあの時の折原さんのイメージってまだまだなんかこう、ずっとね、ずっとこう投影されてるっていうか。そうですか。私はありますね。そうですか。そう。でなんかこう、この間おっしゃってましたけど、獲物をね、こう捉える、その、まあ、虎とかね、そのライオンのような動きをするっておっしゃったじゃないですか。僕ね、じっとしてられないですよね、リングに立つと。もう、ゴングがもう遅すぎて遅すぎて、もううろうろしちゃうんですよね。いや、でも、あれを、ずっと動いてましたね。そう。ね、あれを聞いたときに、あ、なんか、もう昔からなんかそんな感じがするなって。ああ、変わんないかもしれないですね。なんかそんな気がしますね。まあ、天職ですね。転職だ。リングだけですよ、プロレスのリングだけ。殺すぞって言って捕まらないのはリングだけ。確かにそうですね。その辺で言ったらもうすぐ捕まっちゃいますからね。ちなみに桜庭選手ともやってますよね。やってましたね、なんかね、ウィンターで試合をしてましたね、あの時って要するにスタイルはなんか違うスタイルでこう、そうですね、向こうの神宮でしたね。あ、そうですね。で向こうのそのルールで やりました、はい、あの時どんな感じだったんですか。初めからルールは頭に入れないで、ぶち抜いて自分のスタイルを、突き進んでいこうと、トップロープからのドロップキックとかも、まあ、会場は湧くんですけど、まあ、僕は彼たちがプロレスをしないんだったらば、僕はプロレスをぶつけていこうと思ってますね。だからパイルドライバーにしても、そんなもの効かないよって初めから言ってましたけど、まあパイルドライバー効きましたねって最後に言わせてやったし、すごい、まあ、レスリング知ってましたねみたいなことも彼は控え室で言ってましたけど、当たり前ですよね、僕レスリングから来てますから、ただ僕もねやってて楽しかったですよ。本当ですか。
今もうまさにね、今なんでこの話題を出すかというと、これも語り草になってるんですよ。そうですか。そう、桜庭さん、最近のね、うん、若いそのプロレスラーの選手ってね、うん、そのスタイルばっかりこだわっちゃって、うん、そういう失敗したらどうしようとか、うん、まあ、プロレスって人と人ですから、うん、そのうまくいかない時もあるんですよ、両方がね、あの自分のその我が強い人間が出てますから、うん、だからそういうものをそのどうにか人前でこうかっこよくやろうみたいな、うん、思ってる選手もたくさんいてね、うんうん、ちょっと残念ですよね、うん、いやなんか魂を感じますよね。そうそう、それがね最近ね、うん、少ないなと思いますね。いやでもね、あの魂と魂のぶつかり合いってスタイル云々じゃない感じがしますね、うんうんうん、そうですよ。もうなんかガチンコでガーンぶつかってね、うんうん、で体と体で ね、うん、それはもうちょっとそういうね若いやつが出てきてもいいんじゃないかなって最近強く思いますね。それやっぱり見てる人たちも伝わってきますもんね、うんうん、もうだって怪我が多いですけどね、そんなことをすると。まあ確かに本当にプロレスラーの皆さんはね、満身創痍でやれてて、うん、本当に頭下がります私は。え、本当ですか？なんでそう言い方するんですか？もう心から言ってますよ、心から。プロレスにも練習生さんとかいたんですよ、ね、あれね、うん、来てはやめて、来てはやめてね、うん、12月にちょっと2人デビューさせようと思ってた2人もいたんですけど、まあ、あの怪我をしたりとかね、はいはいはい、まあ、時にはいなくなってしまったりとか。あ、いなくなってしま いなくなってしまう。でもプロレス業界ってありがちですよね、うん、プロレスあるあるですね。そう、あるある。練習生が消えてしまう。練習生いなくなる、そう、失踪しちゃうっていうね、うん、うん、本当にね、確かに、ね、あるあるですね。根性がないというか、今根性とかいう言葉もないんですかね。いやなんかね、なんかあんまり使わなくなりましたね。うん、いやなんかね、我々まだそのスポコン世代じゃないですか。私も47歳ですけど、うん、もうスポコン世代育てにやっぱ根性で生きてきたんで、うん、その言葉好きなんですけどね。残念ですね。まあそのうち骨のあれですが残っていくっていう、そういうの思ってますけど。いやでもあのとはいえ若い人たちでも、もう本当にこう燃えるような人はいますから。うん、多分最後に残る場所、残る人は多分そういう人ですよ、うん、根性がどこか根性がある人いると思いますからね、うん、単語は消えたとしてもね、そう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 、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でもこれからも ね、あの名勝負をぜひね起こしていただいて、それを現地でね見る、現地で見る我々ね、だって本当にもうあの名勝負ってハートとハートがぶつかる試合っていうのは見てるだけで涙が出てきますからね。いいこと言いますね、本当ですよ、うん、そこで笑うというね。そうそうそう、いやいやいや、もうね、あのじゃあ最後にこれいきましょうかね、はい、あの最後このご紹介した後にですね、あのファンへのメッセージということでお願いしたいと思います。で、もう一度ねご紹介します。10月27日月曜日ハロウィンメビウスということで、会場がですね18時30分でゴングが19時ということでね、新木場ファーストリングで開催をいたします。マイルチケットがありますね。スーパーシート5000円、はいね、自由席が3500円、はい、キッズシートが500円、またキッズシートありますね。あります、ね、500円と、ね、お安くなっております。ぜひね、新木場に足を向けていただければと思います、はい、で、チケットの窓口です。これ電話番号申し上げても大丈夫ですか？大丈夫ですね、はい、080-3302-5655 です、はい、メビウスウィズリキエンタープライズ宛てにご連絡いただければチケット予約ができますので、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います、はい、スタズラ電話は2回まで、はい、チラシを持ったらここ見ていただければありますので、あですね、はい、ぜひぜひお越しください。よろしくお願いします。はい、では最後にですね、ファンの皆様へメッセージということで、オリアさんよろしくお願いします。今回ですね、はい、私はもう全てを失いましたので、うん、この髪の毛をかけてあのベルトを取り戻します、はい、必ずブードゥーから取り戻します。いつも言ってますけど必ず取り戻します。なんかいや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 、もう、いやでも今回はね、うん、3度目4度目の正直ですか、ですね、ね、まあ、この12月の大会に向けてチャンピオンとして12月を迎えると。そうですね、いい年末を迎える、そうそうそう、いい年末を迎えると、うん、ね、まあここでね、はい、このプロレス大好き大集合のここの場所でね、はい、約束しますので、やったやった、よかった、必ず取り戻します。必ず、じゃあちょっと私たちも最後に行きましょうか。必ず必ず取れた、ちょっと黙れなんか嫌な感じがするですか。でもその冗談外行き、本当に私たちも3人の決勝にベルトを戻ってくることだけを考えて試合しますから、みんなもその瞬間見に来てください、はい、ぜひ。いやもうね、本当に新木場見に来たらもうね、プロレスファンにもすぐなりますから、ね、初めてとしてもね、ぜひね足を運んでいただければ。今回オープニングでケイズクルー のダンスがありますから、オープニングです。オープニング最初ですね、ダンシャーの前です。あ、もうじゃあ最初に行っちゃうんですね。そしてその後ね、写真も撮れますからね。うん、なるほど。
じゃあプロレス初めての方でも楽しめる。あ、楽しめる。いやもう絶対楽しめると思います。この間私一緒に初めてね、あのプロレス見に来る方と一緒に来たんですけど、うん、もうすごい、もうまた見に行きたいって。あ、本当ですか。今日もね、折原さん会いたいって言ってました。本当ですか。もう本当ね、来れなかったんですよね、うん、なんだよ、そういうそういう人なんですけど、そういう方は現地の試合に、そう、現地の試合ね、また一緒に見に行きますから、会いに行くとはそういうことですよね、はい、試合に行くということです。はい、はい、というわけで、はい、ぜひね、新規バー来てください。じゃあ最後に行きますよ、はい、プロレス大好き、大師匠、イエーイ、ありがとうございました。ありがとうございました。ラスコクだ、森原がやりますか、それ、やった、全権と封鎖しろ、ベトナ新宿3番の命令、警視庁本部へ。